これ戻る方が大変だな。あった、ここか。わし見たんだ、廊下を歩いているのを。しっかりとこの目で。不確かな情報をばらまくな。いやいやいや、こう目の前を通っていって、もうびっくりしすぎてちょっと痩せたんだから。やないか。侵入者に関してはうちで対処している。でもプレジデント、わし本当に。リーブ。はい、7番街の被害報告が出ました。倒壊した家屋の数が。暗いニュースは結構。え、他にないのか。では7番プレートの再建計画について。再建はしない。古代史の協力が得られることになったからな。いえ、だからといって再建しないわけには。ネオミッドガルよ。約束の地に新たな魔法都市を建設する。ちょっと待ってください、我々はまだ約束の地の正体すら。北条博士、検査結果は予想通りだ。純血種だった母親より数値は下がるが、古代史と呼んでも差し支えないだろう。約束の地はいつ頃わかる？その件で提案がある。自発的な協力を強制的に引き出す方法を試してみないか。大事な古代種だ。壊さないように最大限の注意を払う。拷問なら私に任せて。戦場仕込みでよければ俺も手伝おう。肉体よりも精神的に痛めつけるやり方が私は好きでね。うひょ。方法は任せる。ただし母親の二の舞は許さんぞ。ああ、それに関連して考えていることがある。つまり古代種の繁殖だ。古代種の男が見つかればいいが、望みは薄いだろう。ソルジャーあたりから始めようかと。もちろん S 式 G 式も試そうと思う。加えて、目下私の興味は一種後輩にあってね。どうだろう、気になるだろう。うん、他になければ。プレジデント、解散とする。待ってください。どんな感じだ。白衣の男を追う。そいつが科学部門統括の北条だ。よっしゃ、うまくいったな。まずエアリスの居場所だ。案内させよう。リーブ君はかわいそうに話を1ミリも聞いてもらえてない。いた。まさか本当に来ているのか。面白い。
だったら掛け合わせてみるか。どんな子供になるか。違う。まず吐かせないと。薬を使うか。壊れなければいいが。行くぞ。おう。うわ。侵入できちゃった。どこにいるエアリス？ああ、自販機とベンチ。まあ欲しいものはないな、自販機では。そういえば S 式 G 式って言ってたけど、S 式はまあ G 式ってのはまあ、あやべえな、もうこれ何言ってもネタバレになっちゃうな。まずは、いやー、それよりも、いたやはりこっちの方が。待て、変態科学者。動くな。あ？聞こえなかったのか。なんだね。ここじゃなんだからよ。仲良く中へ入ろうか。君たちはあれだろう、なんとかいう犯罪組織だろう。それならここに用はないはずだ。プレジデントは上だ。ほら、行きたまえ。うるせえ、とっとと歩け。てくれ、私は君らと違って繊細なんだ。そりゃ悪かったな。目的を言いたまえ。仲間を解放してもらおうか。仲間？エアリスはどこだ？おお、彼女の知り合いか。それはそれは。ああ、なるほど。ということは、つまり。何ぶつくさ言ってやがる。いやね。君たちが死んだら彼女はどんな顔をするかなと思ってね。容赦は無用だな。うわ、怪しい気。もうこのマッドサイエンティスト目。まず周りを片付けよう。いて、本体に、そうだな、サンダバでも使ってみよう。サンプル、みんなサンプル番号か。聞いてないな。ああ、掴まれた。おう、任しとけ。うわ、すげえな、めっちゃ強え。いけんだろ。きついな。チャクラ。
バレットはアンガーマックスを他のモンスターに。返してるぜ。クラウドピンチ。気をつけてね。どこ食らってんな。よし、毒はアイテム使うか。危ない。あーまた捕まれた。ここから頼られんじゃな。召喚獣呼ぶか。よっしゃ、チョコボ。ここは狭いから役に立つでしょう。そうだな、ドッスーンで。危ない。下がって。おう、引っ込んどけ。ドスーン下。ティファーピンチ。チョコボね、それ当たってないな。当たってんのかな、わかんない。よし、アンガーマックス。またモンスター出しやがったよ。気合入れてけ。危ない、ガード。よし、ちょっとチョコボこいつらをぶっ潰せ。ビッグモブでもいいな。危ない、しまった。つえ、待ってました。危ない、もう一丁ビッグボム。うわ、たくさんいる。いや、とりあえず周りに。期待してるぜ。なんか他のモンスターの生態情報かなんかを組み込んだ謎の生物なんだろうな。来た。当たったかな？当たったのかな？当たってるね。よし。こいつなんなら効く。サンダーが、こっちだな。ブリザが。さあ行くよ。不発に終わったな。リジェネクラウド。よろしくね。頼られんじゃな。半分は切ってるから。どうしようかな。ファイヤー、いまいち効いてない。銃撃しよう。気合入れてけ。あ、左手よみがえるんだ。よし、やっちゃおう。また増えた。自爆、まずいかもしれん。うわ、特攻かいな。しゃーねー、やってる。うわ、ぶねえ。状態異常たっぷり食らってる。万能薬。クラウドも俺の見せ場だ。これが良くないんだろうな。アンガーマックス、そっちはどうだ。もう少し、もう少しでバースト。よし、 OK。
行けっぞ。あとわずか。よし、オッケー。おい、北条を追うぞ。さあ、北条君、いや、ボロボロだ。あ、念のためにベンチに。さて、なんか見たことのある部屋があるんじゃないか、この上に。エアリスを返してもらおう。返す？返すとは？私の記憶が確かなら彼女は自分の意思で来たはずだが、それとも何か彼女は君の所有物なのか。マネーを使って脅したからだろうが。見解の相違だな。だろうが、ここには世界を変革するに足る貴重な実験体たちが眠ってるんだ。慎重にやってくれよ。そりゃ無理だ。魔法で焼いちゃうから。あ、焼ける魔法ないんだった。あ、まあいい、凍らせちゃうから。はい、楽勝。計算を間違えたみたいだな。未知の要因があるのか。まあいい、増援は手配済みだ。残念だな、間に合わない。その人もソルジャーか。ああ、私の記憶違いだったな。お前はソルジャーでは。お、なんだこれは。なんだこれは。そう、どうなってる。クラウド。バレット。分かったよ、下がってろ。メカか。ついでにナナキンところの牢屋も開いた。こいつらはこれが効きそう。戦闘員か、これも。よし、効いてる。もう一丁贅沢に行こう。よいしょ。やるで。あ、なんだこいつ、中身が出てきた。この
このローラーずるい。落ち着いていけ。おう、引っ込んどけ。はい。エアリス、大丈夫？うん、ありがとう。よかった。ここから出るぞ。ちゃった。なんだよこいつ。興味深い問いだ。あ、しゃべった。あ、私とは何か。見ての通り、こういう生き物としか答えられない。あれこれ詮索せずに受け入れてもらえると助かる。北条がつけた型式番号だ。じゃあ本当の名前はなんていうの？逃げられたか。あの野郎どうする？追いかけるか？なんだ？
なあレノ、怪我の治療を優先したらどうだ。でもよ、七番街は放っておくのか。我々に何ができる。そもそもあれは必要だったのか。拒否したところで他の誰かがやっただろう。その誰かを自責の泥沼から救ってやった。そうは考えられないか。無理だぞっと。ではこう考えろ。犠牲は星へのちょっとした礼だ。はあ？使うばかりでなく時には返してやらないとな。本気で言っているのか。さあな。はい、了解しました。副社長がお呼びだ。